皆さん可愛いこと知りたいですか？東京ナンバーワン可愛いラジオパーソナリティの桜井貴政です。先輩おっすおっす、上坂すみれです。この番組は今世界が注目している日本の可愛いポップカルチャーを様々な角度からご紹介し追求していく魅惑なラジオプログラムです。すみれちゃんさ、先輩後輩って概念って日本以外の国ってあんまりないんだよ、はい、ねだから先輩ってそのまま先輩って訳される。そうそうそう、ね、だから漫画とかで訳すときにすごい大変なんだって。だからアニメで先輩後輩なくなったら大変だよね。え妹もなくなったらもう作れないよ。お兄ちゃんが消滅しますよね。え本当ですよ、大変ですよ。さて今日なんですけども、うん、ねえハロープロジェクトの中ではですね、こう先輩と呼ばれることがもしかしたら一番多い、グループのですね皆さんをお迎えしてお送りしたいと思います。お先輩かわいい。本日のゲストはベリーズ工房の須藤真麻さんと菅谷梨紗子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみれちゃん、前回のお礼ですよ。お礼、はい、お礼周りじゃありませんよ。お礼ですからね。お礼です。お礼じゃないです。前回すみれちゃんが喉のアクシデントの時に二人に救っていただいた、喋れるようになりまして、私、申し遅れましたけど上坂すみれというものでした。でした。ですね、過去形じゃないんだけど、この間はだって自己紹介もままならない。そうだよね、ねだったんですよ。なので改めてよろしくお願いします。お願いします。はい、なんか前回はひたすらなんか笑ってた記憶しか。そう、私が苦しんでいる中です ね、とてもブースが楽しげで、はい、いやいい回でした。いやすみれちゃんのこう分もやらなくちゃいけないんで、普段やれないこうやらない、うん、いやもうほらまた噛み出したんだけど、桜井さんが異様に噛んでしまう。緊張してるんですね。緊張ですよ。で改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ベリーズ工房ね、2013年どんな年でした？2013年は、うん、9周年迎えたんですけど、うん、結構10周年突入スペシャルみたいな、うんうん、いう風にこう周りの人からもやっていただくことが多かったんで、はい、結構なんかまだ10周年じゃないんですけど祝ってもらうことが多かったですね。なるほど。梨紗子さんどうでした？私は結構なんか挑戦の年だったのかなって思います。どんな挑戦したんですか？秋にやった、うん、スマイレージとの舞台で、はい、我らジャンヌをやらせていただいたんですけど、はいはい、もうスケジュールがもうとにかくキチキチの中、うん、はい、2役やって、うん、でほぼまあ歌がメインっていうかもう、はい、本当に本当に大変で、うん、やばかったんですけど、だけどやっぱ周りのスタッフさんとか、まあ、メンバー、まあ、家族もそうなんですけど、はい、いろんな人に支えられて結果本当にすっごい良かったっていうか、やりがいがあった舞台だったし、はいはい、なんかあ挑戦して良かったなってすごい思えた舞台でした。なるほどね、はい、桜井も拝見させていただいたんですけど、ありがとうございます。すごい良かった。で梨紗子ちゃんは僕が見た回はジャンヌの方の、うん、もういないこううん、なんか幻みたいな感じで出てくる、はい、役だったんだけど、どうだろう、歌ってる、ね、ステージで普段ベリーズ工房としてやってる時とミュージカルで歌ってる時ってどんな違いがあるのかしら？やっぱり普段はマイクを持って歌ってるんですけ ど、うん、今回はヘッドセットっていうか、はいはいはい、なんて言うんですか、うん、口にすぐついてるマイク、うん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 、であんまり声を張らないと入らないし、はいはい、うん、いつもマイクを離して声量とかを調整してたんですけど、うん、でもそれが今回できなくて。なるほどね。なので声ですごい調整したりとか、うんうんうん、そうかそうか、マイクの位置を変えられないっていうのは確かに、うん、そうなんです。大きな違いだよね。大変でしたね。なるほどね。いやすみれもねぜひ再演したらね一緒に見に行きましょう。いや見に行きたいです。ミュージカルってなかなか見る機会がないですよね、うんうん、まあ挑戦といえばナルチカというね、はい、ライブハウスツアーも、はい、ジュースジュースとね、はい、ありましたよね。見に行きましたよ。ありがとうございます。すぐ桜井さん分かりました。ね、出てた瞬間あれ桜井さん。そうなんですよ。はい、終わった後ですねメンバーにお会いしたらですね開口一番あ1曲目から桜井さん見えてましたよ。さすが歩くスポットライト。こうですね、す
素晴らしい。絶対言われるんだよね俺。ライブ終わった後必ず言われるの。もう JCB ホールだろうがどこだろうが外国だろうが言われて、はい、一度なんかアメリカかなんかの5000人ぐらい入るところの会場でもう出た後、もう出てったら桜井さん最初に見えて緊張しましたみたいな。わかりますもんだって。やっぱりちょっと今度覆面してみようかな、なんか被り物とかして。ああ覆面したらまだしもですけど、ね、でも形が、はい、形でね、シルエットでね、シルエットでわかる、シルエットクイズじゃないんだからさすいませんね、邪魔をしたようで本当ライブのね。いやいやいや、でもまさか見間違いかと思ったんですよ。小樽、うん、だったし、ね、だったんで、ね、北海道の方まで来てくださってるわけないなと思ってて、うんうん、行くんですよ。ナルチカはね見たかったんです、どうしても。あ、はい、あのライブハウスでどんな風になるのかなっていうのと、はい、うん、あの小樽札幌はねファッション関係のプロデュースの仕事で何度も行ってたんですよ、うん、なので、その自分がこう通ってる街がどんな風になるのかなって、うん、あのゴールドストーンってライブハウスも一度見てみたかったし、うん、ロリね、ロリあの小樽と札幌、ロリカワってロリータでいっぱいにしようみたいな、すごい、ザスミレちゃんな感じのプロジェクトをですね、すごい国家事業でやったんですけど、はい、そこにベリーズ工房が来るというですね、もうこれは行かねばなんだみたいな。でなんかさ、あの時にこうジュースジュースと一緒にやってて、で高木ちゃんがこうね、だん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 毎日メールをりさこちゃんにしてるみたいな、うんうんうん、そんなに怖いキャラというににこう認知されてるの？なんか多分、うん、私無口だと結構怖いって言われるんですよね、うん、全然こんな可愛らしくて楽しいのにね黙ってると、うん、なんかすごい怖いっていうか冷酷な感じっていう、冷酷な感じ、でも冷酷な人はそんな髪の毛ゆるふわじゃない気がしますよ、うん、だけど実際話してみると全然そうじゃなくてびっくりしますっていうのが結構あります。多いよね。なるほどね。まさちゃんはどんな風に一見取られるんですか？なんかあのよく聞いた話だとベリーズさんはなんか一人一人だと怖くないみたいな。なるほど。でも集団になると怖いって。すごいだからハロープロジェクトの西部警察みたいなもんだから、ね、基本集団でいるから多分基本怖いんじゃないかなと思うんですけど、うん、へえ。なるほどね、はい、そうか、一人一人は本当ね、はい、可愛らしくて楽しいのに集団になると威圧的になるというですね、なんだろうそれはねえ、はい、ちょっとこうあれですよ、後ろで爆破シーンとかバーンって起きてるビデオクリップとか作ると関東最強みたいな、で荒野のこうまっすぐな道を7人がこうこっちに向かって歩いてくるみたいなね感じになるんですかね。確かに。それでベリーズコボのライブ始まったら楽しいかもね。ね、爆発して怖い、いや怖いですよさすが炎の中からやってくるやってくるみたいな、結構いいな新しいベリーズコボの2014年を、ね、勝手にイメージさせて、はい、いただきましたが、さてここでですね1曲おかけしようと思うんですけども、ご紹介いただいてもよろしいですか？はい、2月19日にリリースされますベリーズコボで大人なのよ。お送りした曲はベリーズ工房で大人なのよでした、東京ナンバーワンカワイラジオ略してカワラジ、今週はですねベリーズ工房の須藤真麻さんと、菅谷梨紗子さんをお招きしてお送りしてます。前回ここが言えなかったんだよね梨紗子の名前がそう、前回ここがどうしても言えずに10回ぐらいリテイクをしてもうね、翌日のブログで梨紗子ちゃんが顎が痛いとか散々書いていたんですよね。本当にやばかった歌い手さんの顎をね痛くさせちゃいけませんよね。いけませんよ本当に、ねね、まあスポットライトだけにしたいなと、これからね、せいぜい光を ね、 反射させるだけにね、はい、要するに月だね。そうですね、ね、ベリーズ工房が太陽で俺が月なんですよ、ねあんまりピンときてないみたいですよ、ね、ピンときてないピンときてない、でも月はメガネかけてないから、ね、違うんじゃないですか、ね、怖いからはい、さてさて、そんなベリーズ工房にとっての2014年はどんな年にしたいなと思ってらっしゃいますか？2014年は、うん、やっぱりベリーズ工房10周年迎えるので、うん、今まで応援してきてくださった皆さんになんか感謝の気持ちをお届けできたらいいなと思ってます。10周年梨紗子ちゃんはどうですか？はい、そうですね、2014年はもう私20歳になるんですよ。おお、4月で梨紗子ちゃんが20歳でみんな反応するんだろうね、小さい頃から見てる人たちはね。そうなんです、当時8歳だったんですよ。8歳、うん、8歳が20歳ですよ。8歳なんて俺記憶ないよ
ある？いやあんまりないんですよ、ね、ないでも8歳の時からすごくやってたんだ。そうなんです。やっぱり年齢は重ねてってますけど、あのこの間久しぶりにあの大先輩の中澤優子さんとお会いしまして、はい、でも中澤さんの中では多分私たちまだ10代だと思ってたらしく、うんうん、あもう21歳ですって言ったらすっごいびっくりされてたんで、多分そうだよ、ね、やっぱり、うんうん、なんかまだ若いみたいなイメージはあるのかなと思うんですけど、うんうんうん、最初に考えたら俺ベリーズ工房見たのって確か JCB ホールなんだけど、うん、なんかみんなが制服ファッションだった印象がある。ああはいはいはい、ベリコーフェスですね。そう、はいはいはい、そうそうそう、黒の、はい、全然いけると思う。よかった。でもあの時は、まあ、現役っていうか、そうだね、小森さことがそうだったんで、うんうん、まだみんな10代だったに行けんですけど、ね、最近はでもこの間制服着たんですけど、うん、でもちょっときついなと思いましたね、見た目。そんなことはないです。いやでも私もそう、うんうんうん、じゃあ今度全員で制服着て河原寺やろう。桜井制服ファッション今着ますかって言うんですけど、私普通に着て原宿のラフォーレ前で写真撮影されたことありますよ。セラ服ですか？見た？セラ俺だって嫌だったんだよ。セラ服じゃないから、捕まるから。捕まるんですよね。え何着たんですか？ブレザーの制服を着て、それで、で世界可愛い革命を書いた時になんかそう服制服ファッション着てくださいって、別にいいんだよ。でキャットストリートとかで撮ってて、そこはまあいいの、まあそれなりにね。でもラフォーレの前で撮るって言い出して、いやそこの写真撮影はちょっとって一応断ってみたんだけど、なんか某新聞で、いやいやここ絶対ここ使わないと思ったのに、結局キャットストリートだったんだけど、あそこの信号のところに立たされて、なんか10分ぐらい撮影させて、もうねもうある種生き恥ですよ。だっていやそれ制服ファッションがどうということ以前に、あそこで写真撮ってたらこの人誰って感じだよね。まあ、新しい人種みたいな。人種じゃないから、新種発見じゃないから。さあ話を戻しましょう。痛い、あごめん。今からいい話を、モスクワの話をしようと思ってるんですよ。いや聞きたいです。はい、モスクワでですね、はい、スミレちゃんと私がですね、はい、JFEST という僕が立ち上げからこうプロデューサーとして関わってるイベントがあって、うん、はい、そこでですね今回ベリーズ工房のですねビデオレターとですね、うん、曲を流させていただいたんですけど、これ、ね、ロックエロチックのビデオを流してくれみたいなのね、あロックエロティックエロチックちょっと可愛くなったね、エロチックあのディスコをディスコって読む人と同じですよね。パーティーみたいなやつ。もうおじいちゃんビルジングとかね。だってビルジングって書いてあるじゃん。桜井さん次に行きましょう。そう、ロシアでですね、はい、ベリーズ工房のロックエロティック、はい、そうですね、はい、かけたんですよね、ビデオレターと、うん、でロックエロティックをこう見たいっていう声がすごく強かったんですよ。やっぱかっこいい、あのこう半分男装、はい、半分ねこう霊嬢みたいな感じでやってる感じがね、すっごいドンピシャリにハマったみたいで、もうやんやの拍手喝采でしたよ。嬉しい。ねえ、モスクワどんなイメージあります？二人とも。寒いイメージがあります。すごい。モスクワってどこにあるんですか？そこからなんですけど。ロシアです。ロシアです。はい、あ、ロシア。寒いところ。ロシアのこう西の方にあってですね、はい、シベリアを越えて行くんですけど、ベリーズ工房に待たれてるんでね。そうなんですか。ね、すごい。アジアがね多いベリーズ工房ですけど、うんはいはい、ぜひねロシアでもねライブしてほしいなってね、はい、思いますよね。さてそんなですね、ロシアでも大人気のベリーズ工房なんですけども。この番組ではタイトルにちなみまして、ゲストの皆さんにも一番可愛いと思うことをお聞きしてるんですが、うん、お二人のナンバーワン可愛いはズバリなんですか？私須藤真央さんは、はい、名探偵コナンです。可愛い、出たコナン出た。可愛いってよりももうすごく大好きすぎて、うん、可愛いってやっぱかっこいいなんですよ。なるほど、はい、うんうん、でまあ、やっぱり主人公のそれはコナンも大好きですけど、うん、一番はやっぱり怪盗キッド様が好きで、うん、怪盗キッドね、はい、ちょっと悪いぐらいの方がいいんだね。はい、キザの方が好きで、うん、でもあの去年の誕生日にその声優やられている山口勝平さん、はいはい、うん、から誕生日メッセージいただいて、キッド様の声でもうテンション高まってますね。はい、さてりさこちゃんは。私は古着、うん、かわいい、古着、さすがおしゃれ隊長、ありがとうございます、うん、どんな古着ですか？もうなんか原宿の古着が今すっごい好きで、うん、はいはいはい、でなんか見つけた、なんか
ちょっとしたところにあったりとかするんですけど、うんうんうん、そういうとことかに入ってなんか缶バッジとか、はいはい、あとなんか手作りで作られてるピアスだとか、うんうんうん、あとまあまあ、ワッペン的なものとか、はいはい、普通にも本当に古着もうザ・古着っていうのも置いてあって、はい、もうそれなんか匂いとかも結構好きで、うんうん、もうたまらないです。あ、古着屋さんの匂いってすごいいいよね、あの匂いたまらないよね。たまらないです。さて、名残惜しいんですけども、そろそろ別れの時間となりました。ベリーズ工房の活動予定をお話しください。はい、今年の2月19日に34枚目の両 A 名シングル大人なのよ、そして1億3000万総ダイエット王国が発売します。はい、はい、そしてですね、2月26日にベストアルバムベリーズ工房スペシャルベストボリューム 2 ボリューム2がリリースします。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、そしてみんなが楽しみにしてるライブは、はい、3月1日からまあ、各それぞれ回るんですけど、初日はハーモニーホールザマなので、はい、で3日の日もそうですね、10周年の日もちょうどライブがあるので、うん、ぜひたくさんの方に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。すみれちゃん行こうね。はい、待ってます。ぜひぜひ、はいはい、では最後にもう1曲聴きながらお別れとなります。曲紹介お願いいたします。それでは2月19日に発売します、両 A 名シングルからもう1曲聴いてください。ベリーズ工房で1億3000万総ダイエット王国。はい、ということで今週のゲストはベリーズ工房の須藤真麻さんと菅谷梨紗子さんにお越しいただきました。楽しかったです。楽しかった。また来てくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。